少しはこれでどうかな。冷えるって言ってもさ、コンビニのこれはないな。いやこれガツンって冷えそうでしょ。ガツンと冷えすぎてほっぺたの感覚ない。あごめん。でもさ、なんで待ち合わせ場所で平手打ち食らってんの。誰あの女。まあだいたいいつものトラブルっぽいけどさ。殴られちゃって。え不倫相手の奥さんにキレられちゃってさ。橋口、お前結婚してんでしょ。何やってんの。いろいろあんのよ結婚しててもさ。背負うとこだってそうじゃない。うちはいろいろなんてないよ。で仕事の方は今旅館だっけ。うん、それが行かなくてよくなったっていうか。お前それってクビになったってことじゃ。私のせいじゃないんだよ。あの高校生が本気になるからさ。高校生って何。修学旅行でね、旅館に泊まりに来た高校生とメールのやり取りしてたの。お前まさかその高校生。やってない、やってない。いやそんなことやってないよ。帰って怪しいよ。いや本当だって。ちょっと遊んでやったら本気になっちゃってさ。で家出して旅館に来て駆け落ちしましょうって。は？駆け落ちするわけないでしょ。でもさ、向こうの両親が怒鳴り込んできて、おかみと喧嘩にはなるわ。新米の先生が来て泣きじゃくるわ。まあ大騒ぎでさ。で、首。あ、そう。まあ部外者としてはね、なんだかとっても楽しそうに聞こえるけどね。部外者だったら私も野次馬で済んだんだけどさ。いやでもさ、久しぶりに会ったら少しは落ち着いてるかなと思ったけど、相変わらず激しいね。そう？でもな、なんか昔と違うんだよな。うまく言えないんだけどさ。おいおい、遠い目で昔の自分を探すなよ。だってそうでしょ。高校時代の私は冴えてたよ。まあ確かにね、高校の時の橋口は冴えてたね。でしょ。毎日のように男に告白されてさ、とっかえひっかえね。まあでも僕はね、あれですよ、選ばれなかった方ですけどね。え、背負って私に告白したの。は？お前覚えてすらないのかよ。うわ、改めてショックだわ。私なんて断った。あんたみたいな冴えないデブと。え？あんたみたいな冴えないデブと付き合うなんてありえないとかって。ああ、確かにあん時のあんたはデブだったね。しかもかなり冴えなかったわ。冴えないデブだった。お前さ、他に言い方ってもんなんでしょ。でもさ、私が振ったおかげで今の綺麗な奥さんと巡り合ったわけだから腹も立たないっしょ。確かにね、それはね。あ、そうだ、昔話もいいけどさ、なんか相談があるとかって言ってなかった。あ、それなんだけどね、うん、何？どうしたの？ストーカー。